こんにちは、返信メールをありがとうございます。はい、給付金のことね、私もちょっと早とちりしてましたね。いろいろとあると思いますけども、今はね、一時支援金っていうのが使えるのと、おそらくこのまま進めば第一次補正予算っていうの入るんじゃないかなと思います。シナリオとしては広島の参院選挙の方でね、補選の方でね、再選挙で自民党が負けて旗色が悪くなって、そして緊急事態宣言が今ね、京都にまで広がろうとしてますんで、これがちょっとね、重症化しそうになって旗色がさらに悪くなった時に、まあ給付金みたいなことでね、国民感情を自民党に引き寄せるんではないかなというふうなね、勝手なシナリオを書いてますけども、その時に持続化給付金の第2弾がどうかな、出るのかなとか思ったり思わなかったりするんですよ。というのが結構ね、これね、与党内野党内でも出したらいいんじゃないのっていう声がだいぶ集まってきたんですよね。まあ、いわゆる多数派なんですよ。まあ、ですんで、持続化給付金の第2弾とか、何かの形で持続化給付金っていう名前じゃないかもしれませんけども、事業者支援っていうのはあるんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、暗号通貨の方ですけども、XRP と XDC の割合、比率のことですけども、まあ、これを決めるのがね、資金計画なんですよ。だから、この割合がいいですよっていうのはなかなか単純に言えないんですよね。